かかり離れてゲートイン完了スタートしましたほぼ揃いましたポント1番グラニットが好スタートを切ってジョッキーをしていますグラニットまず逃げる構え8番シルトフルンが上がっていきました10番ホーオービスケッツ3番手並んで11番オールパルフェ内は7番ドンデン返しその後4番ベラジオオペラ16番ハウゼが続いて16頭1コーナーのカーブです 主導権は1番グラニット逃げますリードは2馬身半3馬身少し広がります2番手外8番シルトホルンうちの3番手が10番ホーオービスケッツで2コーナー3馬身相手4番手追走11番オールパルフェです5番手に上がった16番ハウゼで向こう上面に入りますその後体半分差7番ドンデン返し2馬身差で4番ベラジオオペラここは先頭まで10馬身近く向こう上面中ほどへベラジオオペラの直後が2番のメタルスピードです その後ろに馬身差で9番アイスグリーンと14番パクスオートマニカ後方から6番上昇ホープ3番アベリーノ15番セブンマジシャン後ろから先頭までは1 5 6 6馬身あるでしょうか先頭 1000m 通過は59秒3と計測されました 15番セブンマジシャンの後ろは後方3投目5番ウィステリア・リバ13番当選アウローラ最後方12番のシー・ビザードです34コーナー中間残り6001番グラニット先頭依然3馬身リードを保っています8番シルドホルンが2番手3番手打ち出し沿いから10番のホーオービスケッツジョッキー手が動いています4番手オールパルフェその後からは4番ベラジオオペラ並んで追い上げるのは14番パクスオートマニカです4コーナーカーブから直線先頭1番グラニットまだ逃げていますリードは二馬身二番手外へ切り 変えててが入っ鳳凰ーービスケッツ3番手、一戦で外からオールパルフェさらにはベラジオオペラ一番外は14番パックスオートマニカ広がって坂を登ってくる先頭を粘るグラニット捕まえに出る鳳凰ーービスケッツ追ってきた4番のベラジオオペラベラジオオペラさらにはメタルスピードも追ってきた抜けたベラジオオペラゴー左手でガッツポーズを見せました横山武志騎手ベラジオオペラ そして2着は10番、鳳凰ビスケッツ3着に最後2番のメタルスピード上がったか1番のグラニットと接戦です。